ステファン・シュチェポビッチは、セルビア出身の元同国代表サッカー選手。スペイン・セグンダ・ディビシオン・マラガシー F 所属。ポジションは FW。2007年、地元クラブであるオフック・ベオグラードで、プロキャリアをスタート。2010年1月、UC ・サンプドリアに、買取オプション付きのレンタルで加入。2009から10シーズン終了後、ユベントス FC とクラブ・ブルフヘが獲得に興味を。 示したが、最終的に後者に移籍した。2010年7月、以前から噂のあったクラブブルフヘに移籍。シーズン前半は、ゴール欠乏症に苦しみ、冬の移籍ウィンドウで、キロボルト・コルトレイクに、レンタル移籍した。2012年6月8日、セルビアに帰国し、パルチザン・ベオグラードと2年契約を結んだ。2013年7月、スポルティングで、 基本とバイアウト上項付きの3年契約を結んだ。9月のセグンダディビシオン開幕から5戦連続でゴールを決めるクラブ初の快挙を達成し、この活躍からリーグ月間 MVP を獲得した。2014年1月、スペインの大手日刊シマルカがセグンダディビシオンの前半戦最優秀選手に選出した。2014年2月6日、4年総額100万ユーロの 新契約を締結。2014年9月2日、移籍金230万ユーロで、セルティック FC に移籍。11日後のアバディーン FC 戦で移籍後初出場。10月23日、UEFA ヨーロッパリーグのアストラジュルジュ戦で移籍後初ゴール。3日後のキルマーノック FC 戦で、フリーキックからリーグ初ゴールを挙げた。 2015年3月15日のスコティッシュリーグカップ決勝では出番はなかったがベンチから優勝を見届けた5月24日のインバネスカレドニアンシスル FC でゴールを決めクラブのリーグ4連覇に貢献した2015年8月31日1シーズンのレンタルでヘタフェ CF に加入2016年6月28日ヘタフェ CF に完全一席 2017年7月12日、フルス、基本日シーズンのレンタルで加入。16試合で4ゴールを記録したが、2018年1月31日に、レンタル打ち切りとビデオトン FC 移籍が発表された。2020年1月8日、エクストラクラサのヤギエロニアビアウィストクから、J2 リーグの FC 町田ゼルビアに完全移籍することが発表された。 2021年3月12日、マラが CF と契約した。2012年2月29日に開催された、キプロス代表との親善試合で、セルビア代表デビュー。2013年10月15日に開催された2014、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選グループ A のマケドニア戦で、代表初ゴールをマーク。セルディック個人、ありがとうございます。